ょ、扉は扉はここボタンを押すと外れます。でこのビスを外す。そして中に内側にプレートがありますんで、内側のプレートが落っこっちゃいます、こうやって下に。なんで通常はこの全部ビスを外してやります。それやると扉の立て付けがおかしくなっちゃうんで、うん、外さないでやるにはこれをビスを使って中通します。で上げます。そうしましたらこの中に通します、調和の中に、うん、でこれを食わす。なるほど。で食わしたら、軽く食わしたら中入れる。でこれでビス止める、うん、こんだけです。これで OK。 で1本入れたらあと2本入れれば、うん、でこのビスが前後方向の調節ビス、うん、これが扉の、この締めの開け閉めのビスですね、はい、調整ビスですね、うん、はい。わかんないもんな。はい、そういうことわかんないからさ。これはあのメーカーがこういうやり方やんないです。私が編み出した方法。メーカーはこれ全部外せっていうふうになってますけど、私は外すとね、うん、立て付けがおかしくなるからこれでやってます。で終わりです。はい、終わりです。はい、や、やってもらった方がいいですよね。そうだな。めんどくさいっす。私もやりたくないっすよ。YouTube にいっぱい載ってたけど、やり方。まあ、YouTube で見てやってもらってもいいし。いやー、やる気なくて嫌だったな。失敗して、ね、怪我したりする。これはまあ下だからいいんだけど、上。ああ、上な。上はこの長板の金具が外れて、頭に落っこってきて、当たったら多分死んじゃうと思います。そうなん。重いから扉。だよなこれ。だからこれ足でも落ちたら多分骨折しちゃうと思いますよ。うん、だからやってもらった方がいいと思います。と宝さんが言ってます。ええ、いや別にいいですよ、やってもらっても。自己責任でやってもらえば。あ、これ宝が言ってるわけじゃないです。私が言ってる。宝の正式なコメントじゃないんで。終わり。はい、終わり。終わりやて。あ、そう。やっぱり不正みたいにして、それが。持ちは持ちやって言うんですけど、自分やっぱり専門の人にやってもらった方が安心だし、保証も、そう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 、保証もつくし、そう、その方がいいです。ね、いとも簡単そうだけど、自分でやると、うん、これ毎日やってるんで、私は。やっぱ毎日やってる人にはかなわないと思うんで。困るんです、閉まらないとな。ね、やっぱり不便だったね。この塵が多分合わせられないと思うんですよね。うん、はい。
はい、OK ですね。はい、ありがとうございます。油さしてもらうのはここですね。